比較的にもう こことかですよね。丸い感じでつける、生地と硬いものを混ぜるのと、うんうん、あ好きですね、そういうの。ずるいよ、内田さん。ずるい。なんで登録者の前でなんかかっこいい ところを見せたかったのに、こんな素晴らしいものを描いたら私がどうなると思う。どうなると思う。やめた。やめたなんで。ドキドキやめた。やめ。内田ゴッドのせいで。もうドキドキやらない。よし、じゃあ比較しましょう。比較しましょう。最初は女性のサイバーパンクキャラデザインしましょう。となって、うん、私ベースを描きました。その上にこのキャラデザイン作りました、うん、ジャケットとベルト以外何を描くかあんまり考えずに描いちゃって、そのベルトはつけてあるんだけどちょっと意味が不明っていうか、このベルトは何も意味がなかった。これだったらちょっとわかる、なんかそういうスタイルとか、まあこれもまあイオリ、完全にイオリで、これは普通にベルトだけど、これは絶対意味ないかかってるやつで、チューブもなんでジャケットからジャケットにつないで、つなぐならジャケットからブーツとかベルトから帽子とか、足からその足の同じそれ面白いっす、同じ足の別のところ、ザクみたい、ザクガンダムのザク確かこうなってますよね。こう面白い。女のガンダム作りました。ガンダム。ちゃんとサイバーパンクになるまで完成できなかったかな。で計算機、あのいつも、ね、そう、いつでも。これは何？電話です。計算できる。計算電卓定卓ですね。あとあのクリップスタジオのショートカット。ショートカット。iPad につないだら。ピッ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 ピ。ナンバーパッド。こういう普通にベルトをつけたらそんなに武器にならない。比較的に内田さんが。入ったサイバーパンクっていうかサイバーパイレッツオブザパンク、あ、それとスチームパンクになるかもな。お、頑張れば。何がスチームパンクになる？スチームパンクにできたかも。ベルトってどっちかっていうとスチームパンクの方なんですよね。あ、そうか。あ、また革とかなので多分スチームケースね、多分って思いました。なるほど、私がまた勘違いしちゃって、スチームパンクとサイバーパンクは違うんですよ。でもこういう中途半端のなデザインを使ってこういうすごいものが作れるのは素晴らしい。いや、ベルトの半分、あ、そうです、こっち先頭で伸ばす、先頭で伸ばす、なんか想像できる。あ、これもなんか伸ばす、あ、そう、これすごい、ジャケットから全部伸びたら絶対かっこいい、ね、これもすごかった。ちょっとおすすめです。そう、それがかっこいい。切れててベルトで止まってる。私の描いたジャケットよりなんか熱い生地、あ、そう、素材ちゃんと感じます。ちょっとモコモコしてる感じ、うん、色っぽさっていうか、なんかすごいチューブトップスタイルがなんか可愛い、可愛いですね。こういう海賊ジャケットの下になんか可愛いものを着てて、こうその組み合わせがすごい上手になんかバランスできてる。気に入ってるところがこういう生地と硬いものを混ぜるのと、うんうん、あ、好きですね、そういうの。硬いものをつけたらどこにつけられる？この絵だともう こことかですよね。あ、肘のところ余白がそこにあるので、あ、そこになんか丸い感じでつけるとか、じゃあ余白を探してそういうところとか寂しいなと思って、そうそうそう、だいたいそういうな、ここなんかちょっと欲しいな、ここだったらここら辺とかに、なんか模様じゃないけど、そうね、入れるとぽいかも。あとはこの腕から、まあ、ジャケットがここに止まって、でその腕の飾りとして硬いもの、そうです、こういう大きめのちょっと厚めのやつつけると、そうか、じゃあこういう寂しいところとか大きいもの、硬いものをつけたら、そうですね、そういうところに大きい輪っかみたいなのつけるとより一層サイバーじゃないけどかっこいいくなりますね。まあ、よくメカのデザインとか、特に女性が入っているメカとか、そういう細くなってるところで、そうそう、急になんか急に、ね、ロックマン的な、ちょっとこうね、ちょっとやっぱ可愛いっていうか、メカっぽいけどちょっと可愛くなるみたいな。なるほど。かっこよくはなる。
気がします。へえ、全体的にベルトの入れ方面白い。まあこういうところとかあっち、まあ香りもベルトが使ってるのがここにそう割と好きなんです。なんか何も書かなかった。本当に多分前のキャラクターデザインの方がサイバーパンクだったんで、うん、多分女の子の顔になんか傷つけたくない物音はベルトとかつけたり、うん、なんかただこの好みでできなかった、うん、なるほど。でも実は多分こういうところに結構可愛くつけられるし、うんうん、アクセサリーみたいな感じでつける分にはいいと。あとなんかデコラースタイルも少しなんか出るよね、その絆創膏が乗ってる。あ、そう、絆創膏とかも可愛いし、うん、あと、うん、ヘッドホン大きいものをつけたら結構可愛くなるよね。そうそうそう、帽子も全体的に大きい。そう、帽子大きいとでも可愛いかなと思って素晴らしい、めっちゃ大きい帽子にしちゃった。で最後にそんなダブったようなズボンじゃなくてもピッタリ、そうこういうぴったりだけど、でこうやってなんかローウェストっていうかスタイルの、そのサイバー感が出る、うん、そんな熱い生地着なくていい。あジャケットは熱い生地なのに、熱いけどインナーはちょっと細いみたいなのにするとバランスがいい。頭痛いよ、爆発、頭痛いよ、爆発しちゃったよ。バランスが素晴らしい、大切にします。じゃあありがとうございます。ありがとうございました。ではみんな、はい、自分の女性キャラクターサイバーパンクキャラクターデザイン、あのまあせっかくもう多分2年間前だったけれども、その最初のキャラデザイン男性キャラクターも作りました。そのリンクは貼ってあります。で、ぜひ自分のサイバーパンク女性キャラクターをキャラデザインしてみてください、はい、あとあのディスコードグループにアップしたりして、うん、ぜひ見たいから見たいからアップしてください。で、内田さんいろんなエッチショップとか自分のアパレルグッズをこういうの販売してます。インスタグラムのトップページから飛べますので、よかったら。これは一番最新ですか？これ最新です。ショートパーカー一番新しいやつです。で、今着てるこれも変態豚野郎っていうこれも買えますので、よかったらインスタとツイッターよかったらフォローしてください。日本人の人はあのピクシブのブースの方で通販国内はやってるので、よかったらそっちを使ってください。お願いします。あとツイッターとインスタグラムもイブキチフォーシーン、はい、イブキチフォーシーンでやると両方出てくるのでフォローお願いします。お願いします。あとドキドキチャンネル登録お願いします、はい、内田さんが登場してる動画がいっぱいあるので、はい、ぜひ見てください。最後にベルトが大事、ベルトが大事、困ったらベルトが大事、ほらベルトが大事だった。ベルトが大事だった。内田さんも考えてます。私もベルトついてますバイバイ、バイバイ